番狂わせは予期せぬ事態により物事が思惑通りに進まなくなること、またはスポーツの試合などにおいて戦力や過去の実績で上回る競技者や競技チームに対して隠したとみなされる側が事前の予想を覆して勝利することを指す言葉である。時には奇跡とまで表現されることもある。番狂わせという言葉は江戸時代頃から存在する。番とは 物事の順序を指す言葉で、それが、来ることから、予期せぬ事態によって支障が生じる、志と異なる、当てが外れる、異常、異変、尋常ではない様などの意味を持つようになった。現代社会の日本では、スポーツなどの勝負時において、番狂わせという言葉が使用される機会が多いが、これは、相撲の番付の会に位置する力士が、 上位力士に勝利することを指して、バンクルワセと呼ぶようになったことの影響と言われている。格下とみなされるチームや体格で劣る者が、創意工夫を巡らせて、戦力差を補い、バンクルワセを呼び寄せる様は真剣勝負の世界の醍醐味とも評される。その一方で、ラグビーのように強者が順当に勝ち進む、可能性が高い競技もあり、身体能力に勝る側に有利に作用する、 ルール改正により弱者が強者に勝利する可能性がさらに失われているとの指摘もある。類似表現として大物悔いがある。カラバジョ、ゴリアテの首を持つダビデボルゲーゼ美術館、旧約聖書によると当時若者に過ぎないダビデ王が巨人ゴリアテを投石機で倒し討ち取った。英語において日本語のバンクルワセに相当する上位にランクされた。 他の競技者を打ち負かすことを意味することして、アプセットとジャイアントキリングがある。アプセットという単語は同様、不安など様々な意味を持つが、スポーツや政治の分野では番狂わせの意味で用いられる。本来の語源は定かではないが、通俗的には1919年にサラトガ競馬場で行われたサンフォードメモリアルステークスにおいて、 アメリカ系馬史上最強馬の一頭に数えられる競争馬万能を唯一破った馬アップセットに由来すると考えられていた。ところが2002年、ニューヨークタイムズがミノオンライン版データベースの全文検索能力を調査していた辞書調査員ジョージ・トンプソンはアップセットの動詞と名詞の要領を遡って調べたところ名詞の要領が1877年には 存在していたことを突き止めた。ただし、1919年のサラトガ競馬場での事件がアップセットの用法を広めることになったのは事実である。また、当然にアップセットの場名の由来になっていた可能性も否定できないが、現在でもしばしば大きなスポーツイベントにおける最初のアップセットの仕様として紹介される。直訳すれば、巨人殺しで日本語の大物食いに当たる。 旧約聖書、サムエル記のダビデとゴリアテの説話や、グリム童話の勇ましい一尾の仕立て屋のバリエーションの一つで、ジャックと豆の木と共通点の多い、ジャックザ・ジャイアント・キラーから来ている。イングランドで行われている、世界最古のカップ戦である、FA カップにおいて4部や5部などのカイリーグのクラブが一部リーグのクラブを破った際などに用いられる。2020年東京オリンピック。 ありがとうございます。